始まりました今日のコストコ購入品紹介ですはい今日もコストコに行ってきました皆さん違いがわかりますか今日はなんとプラさんお休みでございます自粛しておりますはいなのではい今日は私とちくわちゃんで商品を紹介していきたいと思いますチョッピーのスープ1498円で購入しました これは今日の夜ごはんにします。何度かね、リピートしてる商品になります。このちょっぴーのスープなんですけど、煮るだけでお手軽にできるトマト鍋です。で、入ってる食材なんですけども、シーフードミックス、ムール貝、アサリ、ヤリイカ、マダラ、エビ、であとは野菜でセロリと玉ねぎとかマッシュルームなどが入っています。 で、うちでは最後にペンネパスタを入れて食べます。このね、そうスープとパスタが絡んで、もう魚介の味とか全部絡んで、むちゃくちゃ美味しくなるんでね。毎回そうやって食べてます。宮崎県産黒瀬ぶり作、2785円で購入しました。うちではよく作るのは、ブリの漬け丼だったり、ブリの照り焼き。 あとですね、カレー風味のタツタ揚げとかにします。はい、いつも買ってる水物ですね。はい、紹介していきます。こちらロクサンヌ。500ml が35本入りで798円。はい、あったんで絶対買います。もうね、やっぱりね、このロクサ美味しい。うん、おすすめです、ほんまに。で、あと親の通り見たグリーンラベル。こちらもパッケージ変わりますね。 はい、お値段が2949円で購入しました。まあ、中身は一緒で、ここに、わかりますシーンって書いてる、春っぽい感じのデザインに変わりました。はい、こちらの目にせずプチパン24パック入り、480円で購入しました。こちらのパンなんですが、普段結構大量に店頭に置いてあるんですけど、今回は少なかったですね。で、あとなんですけど、 パスタ麺とかかも全くなかったです。やっぱり今ちょっと難しいのかなないのかな今続きましてオーガニックバナナこちらが328円で購入しました今回はオーガニックのバナナの方にしましたやっぱりねこちらのバナナなんですけども日にちが経てば経つほど熟すば熟すほどすごく甘みが出てね美味しいバナナですおすすめです続きましてこちらのみかんゼリー お値段が899円だったんですがスタークーポンが100円ついていたので799円で購入しましたでこちらのみかんゼリーなんですけども実はリピート買いになりますみかんなのに <laughs> 冬の間に全く見えなくちょっと気候が暖かくなってから見ることが多い商品ですはいこのような。 かるかなこのようなねサイズ感のゼリーになっておりますただ一つ言うといいですかみかんの数、みかんがね、ちょっと少ない感じがします。みかん少なくてもねこのゼリーがねまたあっさりして結構食べやすいんで甘みも控えてるので美味しいですカークランドグレープフルーツカップこちらのお値段なんですが1628円で購入しました このね、グレープフルーツのシラップ漬けなんですけどもう34か月ぐらいずっと見なかったんですよ。こちらのシロップなんですけどもあのみかんの缶詰とか桃の缶詰のような甘ったるいシロップじゃなくあっさりしてて。 で、またこちらのねグレープフルーツなんですけども酸味がそんなにきつくなくだけどあのちゃんとグレープフルーツの食感も残りつつむきたてのグレープのようにねフレッシュな感じで美味しいです。オイコスプレーン、こちら円で購入しましまたで。今回なんですがプレーンの果糖といちごしかなくて果糖の方にしました。 正直言いますと、あの、オイコスの、まあ、いちごとかブルーベリーとか、あの、ソースあるじゃないですか、下に。あれがどうしてもね、甘ったるくて、美味しくないんですよ。なんでね、まだちょっと加藤やったら、ま、食べれるかなと思って、こっちにしました。オーガニックルイボスティー。こちらが1318円で購入しました。ま、あこれはもう、リピート買いの商品になりますね。ルイボスティーはノンカフェインなんで、 飲みやすいんでおすすめです。ブラさんからリクエスターって購入してきたものを紹介していきたいと思います。こちらのグリコポッキー28パック入り、1498円で購入しました。ブラさんね、最近ね、アルフォートとブラックサンダーか。あれじゃなくてもポッキーにハマったらしいです。もう食べやすいらしいですね。うんはい、で次、このこんにゃくゼリーですね。 64パック入り958円で購入しました。これはなんかダイエットとか言ってたんですけど多分言ってるだけで口だけで多分全然進んでないいつもめっちゃ食べてる。はい、こんな感じでデブラさんに渡して渡しに行こうと思います。リンツドールチョコ抹茶1880円だったんですがストアクーポンが500円付いていたので1380円で購入しました。 めっちすくないですか500円もやねお安く購入できたんでで抹茶味はまあ主人がとても好きで気付いたらねカートの中に入ってましたってことでね中身を開けて食べていきたいと思いますはい中身出しましょうかねはい、中身出しますおおよいしょはい 全部で48個入っていました。で、今からちょっと食べていきたいと思います。このぐらいですね。うん、はい。中身は、あ白ですね。多分この中に抹茶のソースが入っているのかな。では、ちょっといただきたいと思います。いただきます。ホワイトチョコの中に抹茶が入ってて、 ホワイトチョコの後に抹茶チョコの味がしますで。どちらかというと、ホワイトチョコの方が味が強くて、抹茶ミルクみたいな感じです。美味しいですね。天然水トマト、698円で購入しました。はい、こちらのトマト、もう見るからに美味しそうだったんで購入しました。で、こちらは産地は兵庫県産になってます。 サラダボウル農園の天然水トマトって書いてますはい大きさなんですがなんかミニトマトよりは大きくて普通のトマトよりはちっちゃいっていうその中間みたいな感じの大きさですねこれもまた甘くてフルーツっぽい感じの味だったら嬉しいんですけど大人向けパスタボロネーゼこちらが1128円で購入しました これはね、実家の母に頼まれて購入してきました。もうね、このね、ボロネーズなんですけど、レトルト臭が少ないし、ちゃんとしっかりとね、肉のゴロゴロした感触もあるし、トマトの酸味もね、そんなきつくなく、めちゃめちゃ美味しいソースになってます。はい、北海道サラベツプレミアムミルク、こちらが2本入りで410円で購入しました。 今なんんと、と前回購入した、青青汁汁でですす。ね。って飲んでますこのサラベツミルクだと牛乳臭さがないのとクリーミーなんでむちゃくちゃ飲みやすい。で料理に使ってもよしまあこうやって青汁に混ぜてもいいしもう牛乳だけで飲むのもありだし本当に美味しい牛乳です。 卵20個入り370円で購入しました。卵毎回行くたびに上がっています。今回もお値段が少し上がってましたが、近所のスーパーで代わりは安いので購入してます。で、美味しいんでね、コストコの卵。スガキ台湾ま円で購入しましたこれ実は前回も購入してあまりにも美味しかったんで、リピート買いしました。 で、今回2袋買ったのはうち2人家族なんですね。で3人前だと余るじゃないですか。なのでね2袋買って6人前になるのでこちらをね。で用意してもらう具材なんですけどここにも書いてるんですけどもネギ、ニラ、刻み海苔、おろしにんにく卵黄だけでいきます。 ミ,クミンチの特製だれが開けた瞬間はすっごいレトルト臭がしたんですよでうわ大丈夫かなと思ったんですけど木具材と絡んだらもうそのレトルト臭,臭が全くしないめっちゃおいしいんですねで麺もおいしいもうもちもちしてるんですよで私はちょっと辛いんが好きなんでちょっと辛みがね足りないんですね正直もうちょっとだけ気持ち欲しいんで最後にラー油とフォアジャンをかけて。 だけどこれだけ美味しいとちょっともう本当にびっくりするぐらい美味しいんで食べたことない方いったらもうぜひ一回食べてみてください黒毛和牛切りり落とししし円で購入しまました今回も秋田県産になります最近鹿児島県産がないのでちょっと残念なんですけどまあ秋田でも美味しいんでけどコストコやと本当に税込みで 100g448 円なんでかなり お買い得に購入できるしぜひね一度皆さんも食べてみてくださいはいこちらの商品ロメインレタスですあのこちらのロメインレタスなんですけど多分なんですけどコストコで売られてるサラダとかのお惣菜の中に入っているレタスかなと思うんですけど食べるのが楽しみです最近刃物が高いですねねちくわちゃん刃物高いよねあ聞いてないわ <laughs> しこちゃん頑張ったね。次回こそはブラさんも復活してると思うので、また見ていただけると嬉しいです。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。